三亀山、三亀山、三辺山、MT 三部は、島根県のほぼ中央部、大田市と伊島郡伊南町にまたがりそびえる大山、火山帯に属する火山、大山沖国立公園の一部でもある、2003年、平成15年の活火山の定義見直しで活火山に指定された。三亀山は、直径約5キロメートルのカルデラの中に、 主砲の男三亀山、女三亀山、小三亀山、孫三亀山、太平山、日陰山の6つの峰が、室の内と呼ばれる直径約 1.2km の爆裂河口を囲んで配列しており、河口の中には室の内池と呼ばれる河口湖が存在している。太平山以外の4つの峰は、いわゆる外輪山ではなく、デーサイトからなる溶岩園長級。 延長級溶岩であり、太平山は爆発的噴火によって吹き飛ばされた土砂と火山採雪物が積もって出た山である。室の内池は水深1.4メートル足らずの浅い池で流入する。河川もなく、火に栄養地とされる。河口はこのほか奥の湯河口があり、ここに三亀温泉の泉源がある。西の原の西側に浮布の池が、北の原には姫当地があり、 のの池は、三上さんの噴火ででできた石湖でもある。大仙沖国立公園の一部に指定されており、男、三亀山北六から室の内にかけて広がる自然林は、三亀山自然林として、国の天然記念物に指定されている。これは、標高八百メートル以上には舟林、それ以下には、小奈良や水奈良などの高木が茂る森林である。そのには、 牧場や畑が広がっており、放牧が盛んである。女、三亀さんの山頂には、松江、米子テレビ FM 放送所と浜田テレビ FM 放送所を結ぶ固定局が設置されている。三亀さんの活動は、約10万年前に始まったと考えられている。その後も7回の活動期があり、関心よには、約5000年前と約4000年前。 いずれも歴年代に活動を行った。中国地方では最も若い火山で、山口県の阿武火山群と共に勝つ火山に指定されている。三亀山の第一期第四期の活動では、比較的広範囲に火山灰を供給しており、約10万年前の三亀木月軽石や、約1.6万年前の三亀浮根の軽石などは広域火山灰として、 東北地方までの日本列島の広い範囲に分布し、地質学や考古学の調査において、検証として適用されている。日陰山は最も古い時期に形成された山である。4000年前の最後の噴火で、室の内が陥没して、現在の地形が形成され、吹き飛ばされた火山採設物が堆積したのが太平山である。男三亀山などの4つの峰は、 カルデラの内側に取り残された。室の内池から西側に200メートルほどの場所に噴気口があり、以前は鳥などが死ぬことがあったことより鳥地獄と呼ばれている。しかし、2012年の気象庁の観測では、噴気や高熱地帯などの火山活動は一切観察されていなかった。室の内池は純粋な意味での火口に水が溜まったものではなく、斜面の崩壊によって、 室の内に流入した土砂によって埋め立てられ、一番標高の低い部分に雨水が溜まったものである。2012年12月より三上山周辺施設に地震計が臨時に設置されたが、1年間の観測で火山性地震は観測されなかった。岩見国と出雲国の国境に位置する三上さんは出雲国風土器が伝える国引き神話に登場する。 国引き神話では、三亀さんは、鳥取県の大仙と共に国を引き寄せた綱を繋ぎ止めた食い取れている。出雲国風土記では、三亀さんは、佐姫山の名で記されている。佐姫の名は、1954年、昭和29年に、大田市に合併するまでの地名、佐姫村とし残っていた。三亀さんを一周する、三亀山第一高原道路が設けられ、道路沿いには、 樹齢400年の、定めの松や、三亀スキー場、島根県立三亀自然館さひめる、などの観光施設が点在している。西の原、東の原、北の原の三つ、草原も整備されている。写真家の須藤栄一も西の原にある草原が、新緑の春から夏にかけて美しく、中でも一番の見どころと評している。北の原は、島根県立三亀自然館。 サヒメルや国立三亀青少年交流の家などの社会教育施設とキャンプ場がある。東の原から女三亀山と太平山の峰の中間にかけて三亀観光リフトがあり、リフト終点から太平山には徒歩数分、女三亀山には徒歩20分で登ることができる。三亀観光リフトは陶器に挟んで温泉スキー場のリフトとして使用されて、 いたが、2009年に閉鎖されている。北六の三亀町多根小津原地区には、約4000年前の活動で埋積された巨木群が存在し、三亀小豆原埋没林として、国の天然記念物に指定されている。杉を中心とする森林がそのまま埋積されたもので、大きなものでは高さ12メートル、直径2.5メートルを超える幹が直立している。この埋没林は、 三亀小豆玄米没林公園として公開されている。角、峰を重装する、登山道や室の内河口に降りる、登山道等が整備されている。登山口は4カ所あり、登山口と山頂までの標高差はそれほど大きくないが角山は釣りがね型で傾斜が強く、途中に水場もないために難易度は低くないとされる。男三亀山山頂には、避難小屋の三亀山頂小屋があり、 1500万円かけて2010年に建て替えられた。山開きは毎年4月で11月までが夏山シーズン。北の原には秘伝の伝説で有名な姫当地、姫野が池がある。2008年には三亀山一帯に60万人の観光客が訪れた。浮布の池の湖畔にはかつて三亀グリーンランドというレジャーランドがあったが、1986年10月に、 閉鎖された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。